皆さんこんにちは。今回は光の力で金属加工ができるすごい機械、ファイバーレーザー彫刻機を使って遊んでいきます。レーザー彫刻機がどんなものなのかあれこれ説明する前に、部屋に転がっている金属を集めてレーザーを当てていきます。こちらはハイスコーです。この金属はとっても硬い素材で、刃物や切削工具に使われています。ダイヤモンド以外では傷つけるのも難しくて、物理攻撃無効と言ってもいいくらいの硬さです。そんな最強金属はレーザーに耐えられるのか、結果が楽しみです。縦横と50回のレーザーを当てて何ミリ掘れるのか、それぞれ計測してみようと思います。ハイスコー以外の素材はホームセンターで手に入る金属で、ステンレス、アルミ、真鍮、鉛、銅の6種類用意しました。ちなみにこのファイバーレーザーというのは、脱毛や美白などの美容分野にも使われているレーザーなので、多少なら触れてしまっても大丈夫みたいです。ということで早速指を入れてみました。肌の部分は温かいと感じる程度で、毛穴の部分は少し痛いです。毛が白くなったこと以外は変化がないので、一瞬触れる程度なら大丈夫みたいですが、危ないので皆さんは絶対真似しないでください。では加工結果を見ていきます。ステンレスとハイスコーが 0.05 ミリと最下位で、穴の周りが少し焼けてしまっています。次は銅の 0.08 ミリで、その次は真鍮の 0.15 ミリ、アルミは 0.5 ミリとかなり掘れていて、鉛はすごいことになっています。ステンレスとハイスコーが同じ結果だったので、硬さに関係はなさそうです。今回の結果だけを見ると、融点が掘りやすさに関係しているのかなと思われます。レーザー彫刻機はこんな感じの機械で、家庭用では大きく分けて3種類出ています。今回使っているのがファイバーレーザー彫刻機。これは金属とプラスチックに高速で彫刻できるのが特徴で、値段が高いのが難点です。次はダイオードレーザー彫刻機。燃えるものなら基本的に使えて、彫刻だけでなく切断もできます。透明なものには使えないですが、鉄やステンレスにも彫刻できます。ただ時間がかかりすぎるのと、鉄が曲がるほど熱くなってしまうので、あまり実用的ではありません。コンパクトで価格が安いので、一番お手頃な機械です。最後は CO2 レーザー彫刻機。こちらも燃えるものなら大体いけますが、ダイオードレーザーと違うのは、透明なプラスチックも切断彫刻できるところです。大型で価格が高いところがネックですが、ダイオードレーザーより優れていると感じます。3種類のレーザーは波長が違うので、得意な素材が異なります。金属ならファイバーレーザー、透明なアクリルには CO2 レーザー、それ以外ならダイオードレーザーを選ぶのがいいと思います。次は加工しやすいアルミを使って刻印を作っていきます。先ほどの実験結果から刻印の彫刻時間を計算したところ、 90% のパワーで12分となったので、とりあえず12分放置してみます。1ミリぐらい掘れる予定でしたが、まだ半分ぐらいだったので、さらに12分放置します。加工が終わりました。楽しくて何回か試したところ、パワー 100% だと15分、 90% で27分かかる感じです。パワーを下げると縁がきれいに加工できるので、はじめちょろちょろ中パッパが良さそうです。出来上がった刻印をプレス機に取り付けて革に転写してみます。細かいところもしっかり写っていて、とってもいい感じです。フライス加工では難しかった 0.1 ミリ以下の線もしっかり加工できているのは本当にすごいことだと思います。次からはあえてファイバーレーザーが苦手なことをやっていきます。たまに見かける Y 字ネジ、専用ドライバーを買うと結構高いので作ってみたいと思います。加工の難しい硬い素材でもレーザーだとサクサクです。20分ぐらいで削り終わりました。データ通り完璧にできていますが、基本的にレーザーを当てるか当てないかしかできないので、平面加工しかできません。先端が斜めになるように削りたかったのですが、
それには立体データと有料ソフトが必要なので、お金と時間とやる気があるときにやってみたいと思います。次は切断をしていきます。1ミリのアルミ板に2000回レーザーを当ててみましたが、半分くらいしか切れていません。溝にすすが詰まってレーザーが下まで届かなくなったんだと思います。なので切断するときはデータを二重線にして周りを塗りつぶすようにするとうまくいきます。レーザーでの切断は材料を固定しなくていいので気軽に加工できるのがいいところです。ただ切断し終わったことに気づけないので材料を少し浮かせておくのがいいかもしれません。中心部分は少し変色してしまいましたが、それ以外はすごく綺麗に切れています。ちなみにこれはミシンの改造パーツとして作ったものなので、早速取り付けてみます。このパーツとダイヤル付きのノブを組み合わせることでミシンが劇的に使いやすくなる予定です。次はピント合わせです。ファイバーレーザーはレンズで光を集めて強力なレーザーを作っているので、ピントがずれるとレーザーが分散してしまいます。ほんの数ミリ高さがずれるだけで加工できなくなってしまいます。ピントが合っているときは金属が削れて白く光りますが、削れていないと赤くなります。彫刻自体はできていますが、ピントがずれた部分は色が変わるだけで掘れてはいません。厚みの中心にピントを合わせればよかったのですが、一発勝負なのでこういうことはよくあります。さらにピントがずれてしまうと彫刻サイズが変わってしまいます。最大で 2% ほどサイズが変わってしまうので、ピント合わせはかなり重要になってきます。通常は横のボタンでレーザーを上下させ赤い光を合わせてピントを合わせます。手軽な反面、少しのズレに気づきにくいので、柱にメモリをつけてあげると正確にピントが合わせやすくなります。今回使ったファイバーレーザー彫刻機は操作が簡単で文句のつけどころがないいい製品だと思います。一つだけ欠点を挙げるとするならば、ファイバーレーザーが家庭用として作られるようになったのが最近なので、ネットに情報が少なく日本語で検索してもほとんど出てきません。検索するときに EZCAD2 で検索すると英文にはなりますが、複雑な設定や知りたい情報にたどり着きやすくなります。最後は前回の動画にコメントいただいたチャックロータリーの使い方を説明していきます。チャックロータリーを使った彫刻には3種類あるので、1つずつ説明をしていきます。まず1つ目は回転角度マークの説明をします。最初にパラメーターをクリックしてモード選択をチャックに変更します。回転軸にチェックを入れて、反転の設定はリングの外側ならチェックを外し、内側ならチェックを入れます。基本的にこれだけで大丈夫ですが、ローラーを使う場合は運行速度と加速を10分の1くらいに設定します。パラメーターの設定が終わったら軸方向の設定に移ります。Y が縦軸、X が横軸。回転角度マークには等角マークと360度マークがあり、360度マークの方から解説していきます。毎周回数は図形を360度で何回彫刻するかになります。今回は3回に設定して彫刻をしていきます。丸四角、丸四角、丸四角と3回彫刻されました。模様を繰り返して彫刻したい時に便利な機能です。次は等角マークで分かりやすいように図形を6個に増やしていきます。等角マークにチェックを入れると間隔角度が出てきます。
感覚角度は図形を何度離すかの角度で、6個の図形で1周ぐるっと回したいので60度に設定します。丸、四角、丸、四角、丸、四角と等間隔に彫刻されます。等角マークはメモリ入れに便利な機能です。2つ目は回転分割マークをやっていきます。パラメータの設定は先ほどと同じで大丈夫です。こちらではワーク径と運動ステップ長さを設定していきます。ワーク径は素材の直径を入力します。入力した数値が大きすぎると彫刻と彫刻の間に隙間が空きます。小さいと重なるので設定はかなりシビアです。運動ステップ長さは一度で彫刻する幅で、重なる回数を少なくするためできるだけ大きな数値を入力した方がいいみたいですが、実は一度もうまくいったことがありません。小さい数値に設定しても横線だらけになってあまり綺麗にできません。これを解決するための魔法の数値が 0.045 です。運動ステップ長さを 0.045 に設定し、一度画面を閉じて塗りつぶしの線間隔を半分の 0.0225 に設定します。さらにピントが合う限界まで離した状態で彫刻すると、横線が目立たない綺麗な状態で彫刻できます。3つ目は回転テキストマークです。これは文字入れ専用で、ペアリングなど指輪によく使う機能です。パラメータ設定は先ほどと同じで大丈夫ですが、リングの内側に入れるときは反転をチェックします。あとはワーク径を測るだけで大丈夫です。一文字ずつ彫刻してくれるので完璧な仕上がりです。チャックを傾けることで内側にも彫刻できます。この時のワーク径はリングの内側の直径になります。以上で解説を終わります。皆さん参考になったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。